まあね、一つ年食いましたから、はい、まあ、この番組でちょっとこう鍛えられて。そうですね。俺さ、思うんだけどさ、はい、でっかくなってない思うでしょ。え、なんでですか。俺も今日下のエレベーターで、俺が後から来たわけ、はい、エレベーター待ってる人がいたわけよ、はい、で、なんか待ってる人いるの、このビルに入ってくる人って関係者ぐらいだろうなと思ったけど、うん、後ろ姿が全然本人に見えなくて、で、エレベーター乗って目が合って、おー、はい、やっぱりすごいやつ、はい、前よりでっかくなってるって1ヶ月でもうバンバンでかくなる。おかしいでしょって話です。絶対なってるよね。27になって成長するってありえない。いや、俺今引きの絵見て思った。もうお前やっぱでかいもん。でかいって。ほら、あ、でもなんか肩幅は僕広くなりました。確かに。え、やっぱ大きくなってるんだよ。体重は。だって昔こんなじゃなかった。おかしいでしょ。僕ちょっと立ちますけど、うん、おかしい。今この辺でしたよね。いや、ほら、こんなでかい。俺よりでっかいもん。こんなだっけ。僕こんなですよ。いや、俺は、俺が縮んだ。やめて。ハートを掴んでください。テーマ、花火大会の日、浴衣を着てきた彼女に一言。